間言ったお祓い効果はあったか。それがエデンで噂の白い少女の幽霊を見ちまうし、せっかく十ただなし、ああいうの薬と、そうだったのか。だからか、やべえよそと記憶共有だから、試しに。そしたらおかげで私の端末だから同じドットで、体が作れとは言ったけど、私そんなに怒らなくてもいいじゃない。クーディエができる前にね、ユージに自分のスキルを見せるために。何のドットに変えた。余計なこと言う。なんで言っちゃダメなの。だから、あんたは過去の経験、時系列を踏まって、自分がもう一人、私がいないところで。仕事が入った。これから又吉さんの部署、ザクソンからの。お兄ちゃん、無理はするな。まず関係者、対象は準備してくる。よかったね、エリカ。そうね。どうしたの。さすがにまずくない。私たちはハッカーだよ。時々は。悪いね、わざわざ来てもらっちゃってよ。フーディエのバイトじゃないのって。違うよ、エンジニアだよ、エンジニア。お嬢もリュウジも店の運営。別にバイトちゃんにチームのアジトがなくなっで、なんのよ。電脳犯罪捜査課って。でも又吉さんは俺たちの。俺たち何年前だったかな。ハッカーから弱みの当時一緒になって、ハッカー二人して一緒に逮捕されちまった。今時珍しい昔仇の人でさ、せっダチのためにそいろいろ便宜を図ってくれて、俺らほど恩人ってのは。だから心配。リュウジの様子しゃあない。リュウジだよ、あいつらには敵。心配しなくても。足りないな。又吉さんからアカウントを盗むときに一芝居打つ。千歳が仕事で来られないと。ザクソンから。あまりよそのチームを待って。いや、今。俺？
話は分かった。お前の仲間がその隙をついてあるプログラムで。デジモンのアバターを着た。デジモンの姿になった。やめろよ。ともかくデジモン型情報その姿で3秒間またよ。まさかアバターをここまで。気にするなよ。むしろ俺のことを。実は本体の方は。又吉さんが来たよ。これからは私の声は。おう、リュウジ。うす。水臭いこと言ってんじゃん。すぐに退院。そうか、そう。ゆっくり会うのは久しぶりだ。おかげさまで。あ、立派。ところで、又吉さん。おう。いいよ。ん？デジモンみたいですね。こんなとこにいたら。対象に発見された。あ、すいません。ん？はい、すいませんけど。やれやれ。あ、それに動かないで。大丈夫。おい、伊達、遊んでねえで。うっす。デジモンはちゃんと管理しておく。ちょうどいい。ちょっとお前と同じ口でな。よう。どうも。見た目は妙ちきりんだ。伊達、お前もだ。ハッカーってな。俺も。そんな。誰が死ぬか引退の話だ。ん？こりゃいかんな。本部からすか？ああ、指名。よし。すまん、リュウジ。ハッカー絡みですか？だったらそいつは助かる。作戦。どこ行くんだ。無茶だって。なんだよ。いいじゃないか。でも少しくらい あいつはお前に死ぬ。そうそうさ、俺の。ああ、you
刺激するな。おい、お前ら。うるせえ。このままログアウトゾーンまで。痛い目見る。刺激す。今だ。待て。下がった。引っ込んでりゃいい。人暴れ。けじめをつけるぞ。
くなかった。スキルもないやつが。おい、伊達、何ぼーっとし。お前と一緒にいた。いや。じゃあ赤っていうかな、前回上城に丸上ははそうだ、ザクソンからの情報ではその時ことが奴らまで上城と、今回はその侵入するのはここからメイン、まず私が、お兄ちゃんと君は、このエリアはメインネットワーク、そこからなんでワームも、この子が連絡、目当てのデータを見つけたら、お兄ちゃんはデータを、君はダウンロード、予備サーバーとは言え。ユージはたまに不思議なこと、おっ、私のデジモンに変ってなんだよ、話を出す。あれ、人せばこっちで、足のつかない使い捨てのデジバイスから、そうすればその際に残され閲覧記録、なるほどな、了解、向こうでご、私はまた後で。
驚きだ。神城あた。へい、親父。俺、ネットで検索した言葉。まあ、間違っちゃ。それに生。はあ。ま。あいつの場合は。私、エリカ。Get it!
知らないおまわりさん、利用しちゃって。
開始だ。行け。アクセ開始だ。このまま落ち着け。
接続部はここだな。届いてるよ。何か言いたそうだ。言いたいことが、沈黙は皇帝と同じ。俺の様子がおかしい。お前が来てから、お前は人の風下に立つなよ。なんだか違うよ。話せない。絶対に負けられない。
データ自体にセキュリティが仕込まれていたみたいだね。ごめんね、私も戦闘に参加したかったんだ。デジモンにだけかかおい、セキュリティがデリートしたせいで管理者ワームモンと先に戻っている。一人で心配するな。
Thank you.
ちだ。この木を逃さないで。よしよし、偉かったね。ハッキング始めるよ。この木を逃さないで。ハッキング始めるよ。こんなはずで。ハッキング始めるよ。
Thank you.
Thank you.
かった。
Thank you.
Thank you.